第10レース準優勝戦はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートのシャー5コースが0台スタート5号トラスがさあ出ていくぐいっと5号手ガスまくっちゃう1号手2号手が応戦するサースローは4号手の谷村と6号手の池田浩二向こう詰めに折り返すここが帰ってきたセットを1号手の吉川元博2番手が詰め寄ってくる6号手池田アウトコース4号手の谷村その後方は3号手2号手5号手時計の通過一緒にマークの世界スタートは正常でしたトップ世界1号手の吉川で2番手6号手の池田差しに回って4号手の谷村くるっと3号手の岡崎康弘先頭は1号手吉川元博2番手不調6号手の池田浩二3番手が続くは4号手の谷村和也場内径は164レースは2周目と映っております1番赤のターンは先頭1号手の吉川で2番手接近4号手の谷村を待って差し返す6号手の池田後方から打ちをつこうと3号手の岡崎ですが2番手6号手池田浩二3番手4号手の谷村和也場内径は164スタート感触としてはどうでしたでしょういやちょっと追い風になったんで、ちょっとその分遅らせていったんで、はい、ちょっと届いてないかもしれないですね。そこから外から襲いかかってきたんですが、どんな見え方だったんでしょう。まあちょっと伸び返す感じがあったので、はい、先に回れましたけどね、まあ強引ですけど、はいはい、そこまで朝乗った感じは変わってなかったので、微調整でいきました。まあ日に日に良くなってると思います。はい。特に気に入っているところなどはありますか。いや、バランス取れて。全部気に入ってますね、はい、最後にポーズお願いします。第11レース準優勝戦はインコースから1番2番ダッシュスタート3番4番5番6番ですスタートしました3号艇以外の5選手が0台スタートそれも伸び返す3号艇の水間一緒の内幕逃げる1号艇の西村攻めては3号艇の水間打ち合いだぞわっと2号艇のブス島と4号艇5号艇の久保でさっと向こう止めんですが差し切っての先頭2号艇のブス島で2番手線1号艇4号艇ラップさらく5号艇の桐生と6号艇の萩原最高峰3号艇の水間一緒にマークの世界スタートは正常トップ世界2号艇ブス島くるっと4号艇の久保でなだれ込む展開終わってくる1号艇の西村切り込んで5号艇の桐生順平セットを抜けた2号艇のブス島幕と2番手の攻め4号艇1号艇の接戦状態はインコース1号艇西村でアウトコース一定修正4号艇の片岡しかし内から1号艇の西村接近する開いて4号艇の片岡差しに回って向こう上面に折り返す2番手は4号艇1号艇に絞られたインコース4号艇の片岡でアウトコース1号艇の西村でその後方水がいて5号艇桐生3号艇水間最高峰6号艇萩原レースは西村マークのターンです輸出かけた2番手が焦点で4号手の岡田岡全速旋回1号手の西村ちょっぴり流れても帰ってくる4号手1号手まだ激闘インコース4号手の片岡でアドコース1号手西村でレースは残り1周このレースは2コースが0台後半差し切った先頭2号手ブス島2番手4号手の片岡大きく開いて切り込んで入れるか1号手の西村ですが2番手先前からリードを2手手は4号手の片岡猛追体制1号手の西村上段径241ラストコーナーの旋回さあ最後の抵抗1号手の西村アウトコースから4号手の片岡に入り込んでホームに帰る2番手は4号手片岡取り切って上段径241まもなくゴールインです先頭2番ですブス島ゴールイン2着4番片岡3着1番西村ゴールイン納得のレースになったんでしょうかいやもうなんでしょう、はい、ラッキーだっただけですねそうですか、はい、行く場所がそこしかなくて、はい、1位が多分3がすごい見えてたので、はい、少し握ったのかなと思いますね、はい、ターンの感触としてはどうでしたでしょう出口で少しこう何でしょう引きずりが入るのでちょっとねその辺がスムーズになればもう少しいいと思います今日コンディションもまた変わったんですけれども、はい、そのあたりの調整面においてはいかがでしたか大幅にしてないんですけれどもやっぱりずれてましたね、はい、普通歩かないかだと思うんですけど準優勝戦入るとかなり足の差はあったのかなと思います、まあ、全部上げないと苦しいでしょうけれども、まあ、やることやったので、はいはい、なんとか寝て待ちたいと思いますではポーズもお願いします第12レース準優勝戦はインコースから1番2番3番4番5番6番です今スタートのシャー3コースは早かった
3号艇の上田流星、現在スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちください。3号艇の上田流星早かった。現在スタート審議中、後方一手アクシデントがありました。ここでお知らせいたします。3号艇の上田流星フライング変換欠場。3号艇の上田流星フライング変換欠場です。従いまして3号艇に関する投票権すべて変換です。レース終了まで大切にお持ちください。先頭1号艇の島村、2番手は2号艇の篠崎、3番手5号艇森谷となって上手明け1フタ5。今日のレースの感触としてはどうだったんでしょうか。あ、もう回転も合ってて、仕上がりは今日が一番良かったと思います、はい、今日朝乗った時にちょっと回転合ってなかったんで、その分合わせて良かったですね、はい、あ、もう僕の中では、はい、満足してます、はい、あの期待に応えられるようにしっかり調整していきます。明日も頑張ってください。ありがとうございました。